アウトバーン5はドイツの高速道路アウトバーンの一路線である。北のヘッセン州北部ニーダーアウラ付近から南のスイス国境バイルアムライン付近まで 440km の路線を持つ主要道路である。該当区間でドイツ南西部を縦断しフランクフルトアムマインを中心とするラインマイン都市圏、マンハイムを中心とするラインネッカー都市圏及び ブライスガウ地方を接続する。これによって中部ドイツとスイスを接続する機能も果たしている。起点は A7 からの分岐点である。ラインマイン都市圏からライン側に沿いながら南下する。フランクフルト付近で A3 と交差し、ダルムシュタットを経てバーデンビュルテンベルク州に入る。ハイデルベルク付近で A6 と交差し、バーデンの中心都市カールスルーへに行く。 その付近で A8 と交差する。カールスルーエを経由した後、フランス国境に沿いながら、ライン側とシュバルツバルトの間の谷を縦断する。バーデンバーデンとオフェンブルクを経て、ブライスガウ地方の中心都市フライブルクに行く。フライブルクを経由した後、バイルアムライン付近で、スイスの国境に至る。なお、ノイエンブルク JCT に A5。 フランスの A36 と接続する視線が始まる。フランクフルト付近の着工式に参加するヒトラー・アルスフェルト付近英語の建設計画は1920年代に始まった。当時の計画はハンブルクからフランクフルトを経由してバーゼルに至る路線を考案した。建設は1933年9月23日に始まった。当時建設されたのは フランクフルトとダルムシュタットを結ぶ区間である。該当区間は1935年5月19日に開通され、アウトバーンの最も古い区間の一つである。現在の英語はもともと、ハンブルクとバーゼルを結ぶ路線の南部区間に相当する。ハンブルクに至る北部区間は現在 A7 とされている。また、ダルムシュタットとマンハイムの間の区間は現在 A67 と、 A6 の区間とされている。A5 の本線はそれより東の地域を走る1960年代に開通した新設路線である。エットリンゲンからブルッフハウゼンまでの区間は1955年、ブルッフハウゼンからバーデンバーデンまでのは1956年、バーデンバーデンからビュールまでの区間は1958年に開通された。 1959年にビュールからアヒエルンまで及びミュルハイムからノイエンブルクイコールメルクとの区間が開通。アヒエルンからオフフェンブルクまでの区間は1960年に開通した後、オッフェンブルクリーゲルとフライブルクイコール南からノイエンブルクまでの区間が1961年に開通された。リーゲルからフライブルクイコール南までの区間は1962年。 メルクトからバイルアムラインまでの区間は1963年に開通された。1975年にアウトバーンのナンバリング制度が導入され、本線が正式に A5 となった。そしてバイルアムラインからスイス国境までの区間は1980年6月14日に開通され、A5 を国際道路にした。 カールスルーエイコール北 IC は2007年3月5日に建設期間3年以上の後で開業された。ラッシュタットイコール南 IC は2008年4月28日に開業された後、古来のラッシュタット IC がラッシュタットイコール北 IC に改名された。フランクフルトニーダーラート IC は2013年7月8日まで50年間以上不完全であった。北方面と 南方面への入り口として機能したが、南方面から来たことだけで出口として使えた。北方面から、ニーダーラート地区に向かうためには、別の IC を使った遠回りしなければならなかった。本 IC 直接に北方面出口を作る場所が足りなかったので、約 1km 離れた場所で、出口専用のランプを建設することになった。1976年現在の路線計画。 太い青線は既存の英語、太い大々 E 路線は建設が実現されなかった北西ドイツへの延長1970年代のアウトバーン建設計画によると英語はもともとブレーマハーフェン付近のノルデンハムからバーゼルに至る路線となる予定があった。当時の起点の発展バッハ JCT ではなくライスキルヒエン JCT であった。両ジャンクションの間の区間は ナンバリング制度当初に A48 の区間とされていた。ライスキルヒエン j c t ホ北の区間は、ヘッセン州北部、ノルトベストファーレン州北東部及び、ニーダーザクセン州中部を縦断する計画があり、ギーセン、マールブルク、バールブルク、レムゴーリュベッケ、ブレーメン及び、ブレーマハーフェンという都市を直接にフランクフルトと接続する見込みがあった。 英語北部区間建設計画は1985年に最終的に放棄された。当時に A48 の延長建設計画の実現も確率が低くなってきたため、キルヒハイム JCT と発展バッハ JCT の間の区間を英語の区間として解明し、英語の起点を発展バッハ JCT に再設定した。なお、 該当変更は1992年に導入された IC 番号制度に影響を及ばなかった。ありがとうございます。